よしおです。あいかです。今日皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はこの動画で年の差夫婦が妊活を意識してからやめたことについてお話をします。はい、はい、よしおは、はい、夫よしおは40代で、はい、私は今20代なんですけど、はい、年の差があるんですね、はいはい、でちょっとまあ妊活を意識はしてるんですけど、うん、赤ちゃんを望んでるのはもうちょっと先で、うん、今は自分たちのこう体質であったりとか、うん、環境であったりとかっていうのを整えていく妊活前の妊活という時期を今過ごしております。さて、はい、でその妊活を意識し始めた私たちが、はい、やめたことっていうのを今日はお話をするんですけど、はい、大きく2つ。そうですね、大きく分けて今日は2つをやめました。はい、はい、お話しします、はい、まず1つ目、はい、ででん、外食中心の生活です。はい、これはですね、特に愛華さんなんですけども、あのほぼ週8ぐらい外食だったですよね。はい、はい、なんか1日2回外食とか当たり前でしたよね。普通でした。はい、なんか昼どっかでこうご飯食べて、なんかチキンナゲットとアップルパイ買って、なんかその残りを夜食うみたいな、うん、なんかそういう食生活をずっとしてましたよね。してました。はい、してました。はい、でなんでそれをやめたんですか。なんでやめたかっていうと、うん、またもともとその外食が好きだった理由としては、はい、手軽にあったかいものを食べられる、あったかいものイコール美味しいものだったんですよ。もうちょっと味覚おかしいんかなっていうぐらい、あったかかったら何でもよかったんですよね。バグってたね。うん、味の濃いあったかい。心が寂しかった。心は本当寂しかった。あ、そうやな。で、あの好きだったんですね、うん、でもそれをやめた理由っていうのは、うん、まあ、2つありまして、うん、1つは、外食安心と思ってたけど、うん、実はそういうわけではなかったということに気づいたこと、うん、でもう1つがお家でご飯を作るっていうことのハードルを下げたことなんですね。で、一つ目の方でいくと、なんか体に悪いものを提供するはずがないって思ってたんですけど、なるほど。最近ちょっとこう妊活を意識した上で、うん、食材に入ってるものとか、うん、添加物とかをちゃんと理解して調べるようになったんですね、ようやく、うん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 、でその中で外食の全てがそうじゃないとは思うんですけど、なんか何を使ってるとかは目に見えないじゃないですか。見えないですね、うん、スーパーだったらまだ裏の表示見ればまだしも、うん、外食はで作っていただいたものをいただくわけですから、うん、その過程ってわからないですよね。わからないですね。それってちょっとやばいかもってようやく思ったんですよ。やっとですね。吉尾にはずっと言われてて、はい、あの家で作った方がいいよとか、うん、家で一緒にやろうよって言われてたんですけど、うんうん、めんどくさいって言ってて、そうなんです、はい、めんどくさいが勝っちゃうんですよね、愛華さんは全て、はい、勝ってました、はい、で2つ目の理由で、うん、あのさっきもお話ししたようにおうちご飯のハードルを下げた、うん、で吉尾はいつも一緒にご飯を作ってくれるんですよ、うん、というか吉尾が作ってるところを私が手伝いに行くっていうような構図なんですけど、うん、ですごいこう短時間でささっとチャーハンとか作ってくれたりするんですよね。私はもうチャーハンなんて言われたら頭真っ白で、うん、あのクックパッド先生にチャーハン豚肉とかって調べないとできないかったんですよ。なんだけど吉尾を見てると冷蔵庫にあるものをこうシャシャシャって炒めたらチャーハンになるんやなみたいな。そうですね、うん、はい、単純なことです、ね、で卵入れたらいいんやなとか、うん、で大体醤油と砂糖とみりん、砂糖は入れない、ちゃ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 チャーハンじゃなくて、なんか煮物とか、煮物とかで、チャーハン、砂糖とみりん入れたら甘たくなるよ。砂糖入れへんのは分かってる、さすがに、うんうん、で酒入れたら、はい、大体美味しくなるっていうことに気づいてきたんですよね、はい、そう、あの吉尾のお母さんが調理師免許を持ってて、うん、はい、1年間弟子入りしてたんですよ。そうですね、はい、私が、はい、でその時にねえねえってこの料理どうやって味付けしたんって言ったら、うん、醤油、砂糖、みりん、酒って言ってて、うん、あ、だいたいそれなんやって思って、そうですね、和はそれでできますね。そう、はい、で、あ、で、なんか大さじ1とか2とかめっちゃ守らなあかんと思ってたけど、
このお二人、よしおとそのお母さんは、うん、もう目分量なのよ、完全に、はいはいはい、で、あ、料理ってそれでいいんやみたいな科学ちゃうから、あ、そうなんやと思って、グラムとかで測らんでいいんやっていうことに気づいて、すごいこうハードルが下がったんですよ、ね、うんうん、それでよしおと一緒に作るようになったし、よしおとこの時間を過ごすことが楽しいんだっていうことを、うん、思い出したというか気づいたというか初めて知ったよね。なんか、うん、こう動物が野生の動物が人の温かみに知ってこうだんだんこう飼いならされてた感じですよね。はい、はい、飼いならされました、はい、っていうことがあって外食中心の生活をやめました。はい、2つ目は小麦粉乳製品を爆食いするのをやめました。ああ、そうですね、もう大好きなんですよね、パン大好きですよね。米よりパン派ですもんね。でも大好き、はい、だったんですよ。はい、昔は、うん、もう本当に吉尾が今言ったようにもうパンしか食べないみたいな、なんかこうあのファミレスドランカーっていうんですか外食ドランカーだったじゃないですか、はいはい、その時はやっぱこうセットメニューでご飯かパンつくじゃないですか、必ずパンでしたもんね。そうです、私の母もそうなんですよ、はいはいはい、パン一家みたいな、なんでかっていうとパンの方が楽やから、パンパンパン、そうですねえ違うよ楽だからなんか楽と思ってて、基準は何、めんどくさいかめんどくさいじゃないかな、そうだった、なんか生産性を上げるとか、なんか生産性上げる系女子を目指してたんですか、はい、はい、時短とかだからご飯炊く時間あったらパンも買ってきたパン焼いた方が早いやんと思ってて、でも今はご飯炊く方が早いんですよ、私の中で。ご飯炊こうってなるんですけど、それはさておき、もう本当に、あとパスタとか、はい、もう好きすぎて、大好き、パ、あの。パスタにパンとか最高の組み合わせみたいな。そうですね。オイルをパンにつけるとか。そこにバターがあったら最高ですね。最高なんですよ。はい、で、それって、もう小麦粉と乳製品のオーパレードじゃないですか。はいはいはい、で、でもそれをね、うん、一時幸せなんですよ、うん、パスタとパンとバターをバーっていっぱい食べるとき、はいはい、あとケーキいっぱい食べたりとかするのも一時幸せなんだけど、なんか体重たくなったりすることに最近気づく。そうなんですよね、はい、ちょっとなんかこうしんどいなみたいな、うん、で和食、お家でご飯を作るっていうことは和食中心なんですよね、煮物とか、うん、あのなんかもずくとかで、そうなってくるとその時の体の具合と小麦製品とかをいっぱい食べた時の体の具合が明らかに違うことに気づいたんですね。それでじゃあなんでそれを控えるようになったのかっていうと、これは全部あの腸につながってくるんですよね、はい、外食を控えるようになったとか添加物を気をつけるようになったっていうのも全部腸につながってくる、はい、腸合ってますよ、腸は超大事と言われてるんですけど、はいはい、うん、なんか腸活とか腸内細菌とか腸内フローラとか、うん、なんかもうめっちゃ聞いてたし、うん、で今さらなんかあの興味ないし、だ整ってるっしょみたいな思ってた、流行りに乗ってもなって思うね、流行りに乗るなんてなみたいな、腸活とか言いたくないしなとか言ってたんですけど、はい、今むっちゃ腸活とか言ってるんですよね、はい、でそれはなんでかっていうと、はい、その妊活の上で、うん、そして赤ちゃんを産む上で腸がめちゃくちゃ大事だっていうことに気づいたんですよ。めちゃくちゃ大事ですね、はいはい、赤ちゃんってお母さんの産道を通って出てくるときにお母さんの腸内細菌を受け継いで生まれてくる。そうなんです。体内にいるときは細菌がいないんだよね、うん、赤ちゃんは、うん、でもお母さんの菌をもらって生まれてくるんやけど、うん、じゃあお母さんの腸内細菌が少ない状態で、うん、赤ちゃんにじゃあその少ない腸内細菌を分け与えました、じゃあどうなるかっていうと、うん、赤ちゃん最初から便秘になったりとか、そうなんですよね、そう、うん、アレルギーになったりとかするんですよね、アトピーになったりとかするんですよね。特に今アトピーだったりとか、その本当赤ちゃんから便秘が子が増えてこうね、お尻こちょこちょとか、あの私の妹の、ね、おいっ子ちゃんもそうやんな、めいっ子ちゃん、めいっ子ちゃんだ、子もね、うん、そうなんですよ、お尻こちょこちょしたよね、そうそうそう、とかだからやっぱりその本当は自然に排出できたりとか、あと分泌できてこう悪いものを出すっていう能力が低い状態で生まれてきちゃうんですよね。だからそれを本当にやめていこうと。でそして出産の時も今便秘の女子って多いじゃないですか、はいはい、まあ、男性も多いんだけど、で便秘になっちゃうと腸がこう中にうんちが詰まってる状態ですから、子宮を圧迫して子供の成長とか子宮の動きを制限させちゃうんですよね、うんうん、なので
本当に腸は大事。そうだから便秘がなんかもう3日に1回出るとかそういうのってもう完全に便秘なんで、で1日に2回出ないと便秘って言われてるんですよね、うん、そうですね。でなんかこんな合計でこんぐらい90センチぐらいの、うん、それなんか120メートルぐらいありそう、90センチぐらいの、はい、はい、が出ないと便秘。そうですね、特に日本人は便が多い種族ですから、うん、たくさん出さないとダメなんですよね。食物繊維を取れるはずの種族やもんね、うんうん、そう、うん、でそうとにかくその赤ちゃんの生育にも腸内ってすごく大事っていうので、うん、でですねあの小麦とか、うん、あの乳製品っていうものを、まあ、ちょっと控えるようになった、うん、食べますよ全然、うん、食べるんですけど控えるようになった、うん、であとお酒もちょっと控えるようになったんですよ。そうですね。その理由がリーキーガットって聞いたことありますか？ないです。多分ないと思います。ないですか、はい、漏れる腸っていう意味なんですけど、腸漏れです。腸ではないです、うん、はい、腸が出てくるわけじゃなくて、うん、腸って食べ物の消化とか吸収とかを担ってくれてるじゃないですか、はい、でその腸壁、腸の壁に隙間が空いちゃって、そこから本来は便とかで流れていくはずの有害物質が壁から入り込んで、うんうん、体内を巡って血流に乗ってね、うんうん、でいろんなこうその有害物質を出そうとして皮膚から出てきたりとか、うんうん、これがなんか肌荒れであったりアトピーであったり、であとそれが変な反応が起こってアレルギーになったりっていうような仕組みなんですね、うんうん、でそれを引き起こしやすいって言われてるのが小麦と乳製品とあとお酒なんですね。お酒も1回飲むだけでリーキーガットになるって言われてるんですよ、うんうんうん、でもう日本人の9割がもうリーキーガットですって言われてるんですよね、はい、うん、だから別になんだろう絶対ダメとか、うん、死ぬとかじゃないんですけど、そうですね、嗜好品程度に、うん、あのこう僕らも食べますし、美味しいなってめちゃめちゃうまいなって感じるます、心は持ってます、はい、大丈夫です。ただそれを毎日食べ過ぎてしまうと日本人の体には合ってないものなので、どうしても負担がかかってしまうよっていうことなんですよね。なので僕たちはちょっと昔の日本人というか昔ながらの食生活に少しずつ戻していっている感じです、はい、そう、ちょっと主食にはしないかなっていう、うん、そうですね、ことですよね、はい、はい、でなんかこう当たり前なことなんですけども、ちょっと皆さんというか僕も本当に病気とかしてるくせに忘れてたんですけども、自分の体は食べたものでできているってこれ当たり前なんだけどめちゃめちゃ忘れがちなんですよ。で僕らもずっと外食ばっかして、コンビニのほんとマックとか大好きだったんですよね。でそうなってくるとやっぱこの食べたもので体ができてくるんですよ。で食べたもので体ができてくるってことは悪いものを食べたら体は悪くなるのは当たり前ですよね。でこの悪いものを食べた状態でじゃあ次からいいものを入れようって言っても体が弱ってる悪い状態なので、いいものが入っても栄養素が入ってこないんですよ。だから悪い体の状態で良いものを入れてから良い体になるっていうのは結構間違いで、悪くなってしまった体を整える、ゼロにするっていうのがすごく大事だなってことで最近気づいたので、うん、僕らの腸活というのはあの、まあ、腸を整えて良くしようだから、まあ、整えるって今をフォーカスにしてやっています。はい、ということで今回は年の差夫婦が妊活を意識してからやめたことについてお話をしました。この動画が面白かった、勉強になった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。